テラスボイス。おや、お目覚めかい、婚約者が。海の魔女。どうやら私はまた死に損なったらしいわね。つくづく悪運の強い女だね。それよりまたここに来たということは何か願いがあるのだろう。対価を払えばどんな願いも叶えてやる。今さら対価を惜しむつもりなんてないんですけど、私の願いはたった一つ。あの女、人魚姫の大切なものを全て壊してやることよ。ならばお前にはそれに足るだけの力を与えよう。対価はそうさな、その足をもらおうか。何、力を与えるついでに姿も変えてやるから、動けなくなる心配はいらないよ。構わない、いいから早く力をよこしなさい。よかろう、ならば契約成立だな。本当に哀れな女だ、婚約者。私の手のひらで踊らされているとも知らずにな。落ち着いた、人魚姫。うん、ありがとう、お姉ちゃん。そうだ、おやつでも持ってこようか。今度こそ毒入りじゃないやつね。もうそんなことしないわよ。何この音、地震？危ない！あれ？どうされました、王子。空が突然暗く。おや、本当ですな。先ほどまでは晴れていたのですが。そういえば、彼女と初めて会った時もこんな風に突然の嵐に見舞われたっけ。彼女、例の一目惚れをした相手ですか？ああ、彼女は僕の命の恩人だ。でもだから好きになったんじゃない。嵐の中、危険も顧みず僕を助けてくれた心の美しさに惹かれたんだ。それになんだか彼女とは初めて会った気がしないんだよね。何ですか、そのナンパの常套句みたいな言葉は。船でナンパしたところを助けてくれた彼女をナンパするって。笑えませんよ、そのギャグ。そうだ、この嵐が止んだら浜辺に行ってみようかな。なんだか会いたい人に会えるような気がするんだ。お姉ちゃん。人魚姫、無事でよかった。お姉ちゃん待ってて、今瓦礫をどけて。いい気味ね。お声、婚約者さん。でもその姿は。力を振るうには似合いの姿でしょ。それにこの大きな体があれば何だって簡単に壊せる。ほら、こんな風にね。すごい、お父様、お母様。どう人魚姫、悲しい、悔しい。まあその顔見れば聞かなくても分かるんですけど。どうして、どうしてこんなことをするの。私はもう王子様のことは諦めた。陸に上がれないんだから、あなたの邪魔はできないじゃない。王子、ああ、どうでもいいのよ、あんな男のことは。どうでもいい。あなたは王子様が好きで、自分が王子様と結ばれるために私の邪魔をしていたんじゃないの。そんなことを一度も言ってないんですけど。私は王子なんて好きでもなんでもないわ。そんなの嘘よ。嘘じゃないわ。私は最初の契約の時に王子様への思いを対価として魔女に渡した。だから今の私は本当に王子のことなんてどうだっていいのよ。なんですって。まあもっとも、昔は好きだったのかもしれないけれど、だからこそ王子があんたと結婚するのを見て魔女と契約を結んだのかもね。私と王子様が結婚？呆れた。あんた、自分が何したか覚えてないのね。教えてあげる。あんたは繰り返す前の世界で私から王子様を奪ったのよ。だから今度は私が奪う番。あんたの全てをめちゃくちゃにしてあげる。せいぜいあんたの大事なものが壊れていく様をそこで見ているがいいわ。何？どういうこと？私が王子様と。人魚姫。お姉ちゃん。私が繰り返すよりも前に何が起こったのかは知らない。彼女が言うように元の世界ではあなたが王子様と結ばれていてもおかしくはないわ。じゃあ私が王子様を取っちゃったってこと？
それで今婚約者さんが怒ってる。それなら全部私のせい。あなたのせいじゃないわ。始まりが何であれ、彼女に力を与えたのはジュッジュアップあの魔女よ。そしてあの魔女は私の願いを聞き入れる裏で、あの婚約者にも力を貸していた。全ての元凶はあの魔女。そしてこの事態をどうにかできるのも人魚姫、魔女のもとへ行ってこの事態を終わらせるのよ。でもお姉ちゃんが。時を戻すほどの力を持った魔女よ。ここへ行けばきっと全てなんとかなる。彼女、婚約者が城を壊すのにやっけになっている今のうちに。わかった。始まりは私が婚約者さんから王子様を奪ってしまったこと。でもこの事態を引き起こしたのは、こうなることを見越していながら彼女に力を与えたあの海の魔女。魔女は一体何を考えているの？聞かなきゃ全ての真実を。そして城もお父様もお母様もお姉ちゃんも全て元に戻してもらうんだ。